こういうあの絵はあのシナリオができ上がってから、ほとんどそうですけどね、シナリオを書きながら書いてるやつもありますね。書きながらここのシーンはどうなのかなって、なんか書き損ないのね、あの紙にこうなんか時々書いてるのを見つけたりするから。お上手ですね。ね？お上手ですね。え？上手ですね。いやー、うまいと思わないで。いや、そうですか。僕は。まあでもね、この不思議なあれでね、まあ昔は僕絵描きになるつもりだったわけでしょ。で、絵の勉強してて、夢はパリでね、個展開く夢だったわけ。影武者でこういうもの描いたら梅原さんが面白いって褒めてくれて、でカルダンがね、気に入ってくれて、向こうで展覧会開いてくれたんですよ。でルーブル美術館から人が来て、講演してくださいって。いや、僕は絵描きじゃないんですよ、つって。で、変なことで望みが叶ってる、ね。そうですね。でね、梅原さんと話しててね、面白いって言うんですよ、あんたの絵。うん、なんで要するにね、その時二人でいろいろ話したけど、うまい絵描こうと思ってないわけね。あ、はい、え、その、ただこういう感じだってことをスタッフに教えようと思って、ただ一生懸命描いてるだけでね、そのうまい絵描こう、それが面白いんじゃないかなっていうことになったんですけどね、梅野さんと話してて。だから随分乱暴だしね、その乱暴な描き方してるけど、まあ丁寧に描いてるやつもありますけどね。あり合わせのもんで描くからね、そばにあるやつで何でも描くから、もういろんなものを使って描いてますからね。